西暦2199年、地球は謎の異星人国家ガミラスと戦争の真っ最中だった。防衛艦隊は壊滅寸前にまで追い込まれた。しかし希望も存在した。1年前の西暦2198年、イスカンダル星からの使者として地球を訪れたユリーシャ・イスカンダル。彼女は地球環境を回復させるシステムコスモリバースを提供する用意があるとのこと。ヤマト艦長沖田十三が立ち上がる。ヤマトだ。今度決戦なのだ。我々も苦しいが敵も苦しい。勝利はこの一瞬を頑張り抜いた方に訪れるのだ。諸君も一息だぞ。このアミラス本星そのものを持ってヤマトの前に立ちふさがれ。ヤマトの進んだ道は間違いではなかった。人は歩みを止めたときに、そして挑戦を諦めたときに年老いていくのだと思います。この道を行けばどうなるのか。歩むだから歩むから道を出し踏み出せば、その一足が道となり、その一足が道となる。迷わず行け行けば分かる人。ありがとう。
最後までご視聴いただきありがとうございました。